どうも超人チャンネルへようこそ。見てください、沖縄にやってきました。今日はレッドソックス吉田正尚選手のパーフェクトスイングを深掘りしに来ました。皆さんお楽しみに。今から正尚選手のバッティングの極意に迫ります。ちょっと打って、はい、どう感じるか僕がやってみたいな。はい、拝見します。まずどこ意識してるの。まず僕はシンプルに、まずやっぱ立った時最初構えですよね。構えた時にやっぱり地面をしっかり、なんていうんですか、母子球から全てやっぱ捕まえておきたいですね。じゃないと結局ここの最後の蹴りも言ってるんですけど、蹴りの部分にうまく入っていかないんで、まずやっぱり蹴ってもそうですね、はい、まず地面をやっぱりしっかり噛み締めながら、下からのパワーをやっぱり受けれるように。下から、はい、どうしても上に入りがちなんで。いいですね。あとやっぱこのここやっぱりもう少し、いや、ここまでグッと来てほしいですね。いや、そうなんよ。で、ここでお尻やっぱここの入りですね。なかなかまだ使えてないですよね。俺いかへんねん。そうなんですよね。やっぱこの辺で終わること多かった。抜けちゃうんですね。やっぱ結局まあ多分手が器用なんで、うん、結局ここだけでまあ操作できちゃってるんですよね。まだもう一つ打球が伸びる、はんはんはん、飛ばせたと思うんですよね、使えていれば。別に回る意識はないの。いや、まあやっぱ90度しっかりグッと回りたいですね。90回りたいですね。90度ここで打って90捉えた後はまあこれでもいいんですけど、よく見るやつね。インコースとか、はい、バリーボンズもそうですけどね、くるっと軸回転で。もうじゃあ上は、上はやっぱりリラックスして、トップがやっぱりこの自分の体の後ろに行かない、行かないように最大限こっちで自分の胸椎っていうんですかね、いける範囲で。こうじゃないんで、グッと行くんですけどこっちが止まるっていう、ここの、これが一緒にこう、こういう動き、左とこの、ここが一緒に動いちゃうとダメですね、全部。捻転、これは捻転ですね、やっぱり。まあだからここが動かない人はやっぱりまずトレーニングはしていかないとどうしようもないよ。まあ繋がっていくんで、やっぱここら辺の、はい、そうなんですよね。そこがいきなりバッティングっていうのは難しいんですけど、伝える、うん、動かない人が多いので、そこをやっぱ動かしてきて初めてその感覚が分かってくるかなっていうのがあるんで。あ、いいですね。今のいいな。はい、自然ともう上7割ぐらいでも多分ヘッド走ると思うんですよ、うん、下だけ感じてれば。まあ、僕は今結構ヘッドの、まあ、詰まった方がいいってよくあるんです。やっぱヘッド抜け感結構大事にしてますね。抜け感、はい、ヘッドがやっぱパーンと走るような先っぽでも行くように。その回綺麗にラインに入ってない。それは何、前で抜ける感じ。前っていうよりもこの自分はもうこの空間ですね。この空間、自分の体の中でしっかり、ここがもう僕 の、 あのミートポイントなんで、ここまでが。やっぱこれが抜け感悪い人だとやっぱ縦に入ったりすると点で打っちゃうし、下から打つ人はどうしてもここなんですよね。やっぱある程度レベルに、ここがレベルでガーンと、ここでクッとヘッドが落ちない、負け、立てない、負けない。で、ここから足で引っ張ってくるイメージ。そうですね、手で行くんじゃないですか。まあ、足というか行って、これが一緒に行かないようにしてるんで、やっぱちょっと足が行くんですけど、ここ僕は結構このグリップをボールにっていうよりはこのヘッドのラインに入れていきたいですね。こうでもないですし、グリップを入れるんじゃないですか。こうでもないですし、このグリップがしっかりこのボールのラインにしっかり入ってくるように、これが、はい、であと体のやっぱこのラインですね。これがこれでもダメですし、これでも近すぎますし、はいはいはい、一番この力入ってるポイントでグーッと。だ、結構スイングとかは鏡見ながら、普通のスイングよりは僕はもうゆっくり確かめながら。なそこね、はい、まずやっぱ結構意外に普通に振ることはできるんですけど、うん、ゆっくり振るとみんなあれどう動かしていいかって分からなくなるんで、確認事項としてはあれってなるよね、はい、ここが大事やな、はい、ここのこれですね。で、面はやっぱなかなかまず向けないように体グーッと中で感じながら。野球やりたくなるやんこれ。確かに。まあ、でも難しいですね、この一瞬なんですけどね、粘れるか粘れないかで。はははは。
ちょっとかっこよくなったんじゃ形。いやいや、もともと。なるほど、勉強になりましたか。ありがとうございます。ありがとうございました。シンプルやもんな、やっぱり。もう最初からこう普通はこうやって一回引いて打ったりする選手もいるんやけど、やっぱ最初からこう引いてもうシンプルに出すだけっていうか、やっぱメジャーの対策もしてるって言ってます。それで、あとやっぱ引いてから手で持ってくるんじゃなしに、このこっから体幹と股関節からこう引っ張ってくる、バットをこう出すんじゃなしに、下ここで引っ張ってくる。それができるからやっぱ変なボール球とかにもバット止まるし、手だけで行ってたら振っちゃうよね。ここで引っ張ってきてボール球やったらこう伸ばせるし、変化球でも強いスイングが可能になってくるということです。あの身長でホームランも打ててね、3割中盤毎年出せるっていうのは本当にすごい、まあ、メカニックがあるからできると思うんで、はい、今日は沖縄に来てよかったです。じゃあまた。